最後高めにちょっと引っかしましたが見逃し三振です。レイズの満身にできず最初打席は三振です。まだあの球をちょっと積極的に7球目低めストレート、サードゴロです。サード今日山野出が守っています。低めの球ちょっと小さく落ちたかセカンドゴロです。スリーアウト。1回の裏高橋コーナーを得てましたし、ここは三振でした。ある程度自分で考えながらです。空振り三振。最後は126キロ。コツコツと返していきたいところです。ただここアウトコース低め149キロ。今は三振です。それもね決まるのが今回。うわっと153キロが見逃し三振です。しっかり見送りました。ただ今度はやられました。ここ三振です。この回は三振連続三振に終わってしまいました。次が50球目という高橋光太、初球打ちはセカンド野崎の守備範囲、5番という形に今入っています。中村明も打ち取られました。スリーアウト内障害の高橋光太、あとは打線の援護も受けて、そして自身も無失点、風連ティンが取ります。ある程度も求められるでしょうし、三振です。これで7つ目の三振を奪う。逆方向、これサード前行こぼすか、アウトです。デスパイネが初球打ちです。ショートゴロ。高橋ピッチャーも栗原を打球もちょっと詰まって打ち上げました。木村です。松田の打球はライトオープン、これも山田にそばあっさり終わってしまいました。あっという間にこの7回の裏が終了です。4分くらい終了しました。空振り三振、ここが逃げ落ちていくようなボールでした。ここを最初というか今季初打席立っていた。ファーストゴロ、ファースト強い打球でした。柳田の前にランナーを出すところか、柳田の前で切れてしまいました。8回の裏、ホークス無得点です。